いいとこまで来た。インフォカートでね、インフォトップか。バナナディスクとか情報商材、下克上作ってね、1万5000本売って、24日制度けど、今も25ぐらいか制度けどね、今、2万本売って。だから俺もね、今一つね、インフォカートとインフォトップ、インフォカートが登録で、商品登録できたからね。だからそれがね、昔、もう生活保護で13年目でね、前知っとったけどね、スイッチ入りましたわ。また例えば、喋るか。誰も知らない金儲け100銭とかね。何々を売って月1600円稼いだとか、2年で5億稼いだとかね。そういうのを作って載せます。それ載せよ。これで、設定額を毎月100万ぐらいに稼ぐようにすると。そういう考えが浮かびました。一個登録できたからね。だからそこまでも来るの難しいんですわ。前は何べんも言うけど、生活保護で1年目の時にインフォトップしとったけど、ただなんとなく見てね、一つ作って、1週間で、3日ぐらい作ったね、情報集団。それ通らんで、そのままほったからして、13年目で山のとこがホームレス。結局ね、女のおかげってすごいな。女のおかげで金いるからね、作ったら女も欲しいし。それで作り出したら、とうとう、受かりましたわ。ダメだったらもう一回、登録し直せばいいけどね。俺、なんとかコントで、喋るか。一回。